今回は前からやりたいって言ってた、このネオフ編成、これをやっていこうと思います。クシャンティで、このコピー、オフィリアのコピーを使うことで、まあ、どれぐらいこの闇のリフレクションリングが活躍してくれるのかみたいな。で、強さ自体は私見てないんですけど、ツイッターのリプで確か初日だったか2日目に、クガネオの組み合わせでボス戦まで行ったから、ちょっと頑張ってみてくれませんかみたいな。リプはいただいたことあるんですね。まあ、やらなかったんですけど。あ、やべ。あ、でもバリアあるからいいのか。で、闇属性以外のキャラクター使用中やるけど、まあ、ネオはバリア持ってるから、まあ、大丈夫ということですね。で、これで？あ、でも殴りでも普通に通るな。で、ハロワして、で、問題はね、これ、ネオ地雷踏むと、何倍？闇で確か15万ぐらい食らうから、多分水のキャラが拾うと、結構ダメージいくと思うんですよね。だから、はいはいはい。だから、極力ターンチャージも、ネオに、あ、ん？あ、これ、あ、これネオ打たなくていいんじゃない？で、これ耐える。うわー、でもこれ！SS 使うと確実に抜けられるけど、いや、欲を言えばなー、これ。SS なしで2段階目使いてー。いや、頼む、これで、いい感じに。あれも、よし、オッケーやべえ、これ。めっちゃいい感じにいってない？で、2発、1P そこ、2P はこれ、いや、どうあがいてもこれ打てないな。いや、どうあがいても打てない。で、弱点効果アップもしとかないといけない。そう考えると、やっぱこれちょっと運ゲーだな。はい。いやー、無理っす。どうあがいても無理っす。で、まあ、これはバリア踏むから耐える。はいはいはい。で、これは耐えるでしょ。で、ネオが、お！いや、これなんと、横間で踏まないか？いや、横でも踏むな。だから、斜めにして、この角度で打って、多分そしたらワープぐるぐるしてても、おそらく踏まないはず。頼む！ゆっくりでいい感じに！お！一発当たるだけで、人殴りしたんじゃねえのくらいの勢いで削れるんですけど。あ、でも。やべ、これ。だ、こうなると、ちょっと大変なことになるんですよね。いや、これなんとかちょっと水リフレクションリングで削り切ってくんねえかな。いや、無理だ。もう弱点当たっても何も削れてねえし。いや、でもこれうまいこと多分ネオの SS 使って2段階目今から打つから、それを使うことができれば、そうね。で、ここを入っていって、はい。まあ、ユークリであれだけ削れるってこと、よしよし、これでご利用しね。ユークリであれだけ削れるってことは、普通に考えたらあれの3分の1ってことでしょ。そうなると、まあ、やっぱある程度は当てないと結構厳しそうね。さあ、いけねえ。4P の、いや、これ、無理でしょ！こう打って外側に出ていって、そこの上のこの、右のこのブロックで反射して、2、3、4。これで踏んでいくしかない。はい。あ、無理っす。普通に殴っちゃいました。すいません。で、だからワープというか、基本的に多分ネオのコピーして抜けるから、開幕は打てるんですよね。そこで、SS ターンチャージを成功させないと。いや、無理でしょ！さあ、勇気を出して、はい。はい。で、踏みに行って、どうだろう？これで多分たくさん出したら、おおお！あ、いいね。でも、さすがに一発で削り切れるほどではないのか。まあでも、地雷はほぼほぼ踏んでいける。あとはワープで適当か。斜めに入って、うまいこと、なんか殴ってくんねえかな、みたいな感じ。はい。まあ、無理か。どうあがいても無理っす。で、電線切り食らう、地雷も踏む。そう考えると、意外とあれだな、これ。SS ターンチャージでどれだけうまいこといくかにかかってるね。頼む、これでうまいことなんか倒してくんねえかなー。あー、無理っすね。あー、抜けた。いやー、これね、結構期待してたけど、あんまり実用性ないわ、これ。いや、サクサクいくかはサクサクいくんすけど、問題は、いや、問題点はですね、全然安定しないということですね。だから、ちょっとこれは、あんまりおすすめできないかな。だから、これも、SS のネオを使って、これも一応友情通るんですよね、価値は確か。はい。だここで、ま、価値のこれをかいくぐって、うまいこと、よし、OK。さあ、ここからよ、ここから。どうやってうまいことやっていけばいいんだろう。で、とりあえず、第一高速術式解放して、まあ、10% 削り使いましたね。これ負けたら、戻ってくるときには紋章つけてるわ。で、ここは、
そんなにでも、とりあえず、欲を言えば 4P のネオを短縮したいのよな。いや、無理でしょう。ここを打って、こう打って戻ってきて、これで。はい、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 よし。いや、でもやっぱ2体が限界よな。ちょっと配置が悪い。いや、これがうまくいった時が、進める時なんですよね。配置ダメな時はもう死ぬしかないから。で、しかもこれ、どうあがいても絶対地雷踏むんすよね。だからそこも結局積みポイントだから、いやー、これも結局、ここ縦勘で、いやー、ワープ踏むな、これ。そうね。うまいこと、だからこれ踏まないことを祈るしかないという。うおー、ちょっとやめて、これ。いっしゃ、あー、よかった。さあ、すべての高速呪術師解放、紋章をつけてきました。タイヤ磨くついてます。そしてアイテムも全部ぱ。さあ、これでなんとかなるしかないっていうか、今、剣取れなかったの地味に痛いんですけど。で、プヨが残ってるのはまあしゃあないとして、とりあえずこれは、プヨ拾って、プヨを倒してから、そのタイムラグの後にできれば、その、拾いたいんですよね。っていうか、たくさん動いてないとダメだから、あんまりたくさん敵を殴る動きしたくないんですよ。だからこうでいいかな。で、バウンドして倒す、プヨを倒す、こういって、多分これが一番動かない動き。さあ、これで倒しきれるかな？倒しきれるかな？倒しきれないですね。これはダメです。いやーでもこれだと、いや、そこもだから入っちゃう。SS も使うか、ここ。パックは、どっかで絶対、ラスゲかな、いるとこ。はい。いい、いや、これで、とりあえずプヨ倒してほしいな、プヨ。プヨ倒せれば、とりあえず次ネオが暴れれば、まだなんとかなる気がするんだよな。ていうか、水で普通に削れてね。これはダメだな。どうしよう、これは。ダメだ。やべ、地雷も巻かれちまった。これはもう、SS、使うしかないよね。そうね。ワープで地雷踏んだ瞬間即死だから、これ、ネオでも即死だから、10万ぐらい食らうんで。まあ、こう暴れてやるしかないね。はい。まあ、これ拾って、バリア割って、ここ暴れてれば、まあ多分いい感じに、そうね、なるよね。いや、これ SS だから一発で倒し、今さっき、初手で倒しきれたら結構未来あった気がするな、くっそ。いろいろやってるけど、やっぱこれネオの SS を、いかにしてやっぱターンチャージし続けられるかみたいなところが私、すごい重要だと思いました、まるで。だからここも、いや、そこに入ってるからな。いや、ここ入って、いや、でも絶対に抜けてくる。抜けられるかな？このまま、右から。右から抜けて 4P 短縮できたら、それですげえ強いんですけど、まあ、その未来にかけるしかない。それしかない。はい。で、そこ入る。いってくれー！よっしゃ！理想！危ねえ。で、これで、とりあえず、まだ一旦出てきます。これワープ展開するのは、たまにこういう動画で言ってるけど、クシャンティーなんで。だから、ここでパック使うと、一旦ごまかすことができる。上下に打つのが一番いいかな。はい。縦に打つと、よろしくない気がするんですよね。あ、やべ、これ。頼む、ぷよ、よし。で、ぷよを倒せました。あ、強っ。めっちゃ強い。いや、でもこれちょっと待って。開幕。え、開幕これあの人にならない。これ横換したら絶対抜けられるけど、え、いや、おここで、はい、うん、バウンドする。さあ、ここでワープに入って、いい感じの位置に、いやー、これ、来れてない気がするな、私。なんか、いや、これ、なんか押し出される気がする。いや、これ、多分、入れてないでしょ。いや、入れてないね、ガイドが示してる。じゃあ、どうしよう、これ。こう打って、いやー、これ、でも、ここで SS 使うの、超もったいに、超もったいない気がするんですけど。だってこれ、まず横いけねえもん。横いけねえもん。どう動いても。どう動いてもこれ。いや、これ、この運ゲーするしかないやん。なんか適当なことしよう。はい。まあ、なんもしなくていいや。はい。で、これでこのまま置いとく。で、鬼は、これそのままここ拾えばいいから。はい。そうね、これ倒せる。うん。まあ、あとなんか、おお！よし、ダメ！すげえいい感じ！いやー、あの鬼倒してくんねえかなー。さすがに無理っすねー。で、ネオの SS をここで使うでしょ？はい、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 はい。で、ネオの SS 使います。で、これ、クシャンティ透明化してるけど、まあ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 、そこはとりあえずここ抜けて、右上拾って、はい。さあ、これ拾って、い
や、あの下のやつ倒せたら、いやー、無理っすか。どうだこれ。で、展開してくる。もうこれは完全に運ゲーだな。あー、まあ、こう打って、うまいこと、下に行ってくれるしかないか。はい。いや、あと1回あと1回あと1回いや、頼む、お願い、お願い、お願い、マジでお願い、マジでお願い、ここで人生かけてもいい、ここでもう YouTube の人生終わってもいい。あー、もう、おじゃした、私の人生残りがもうで。そしたらこれどうすっかな。2ターン1でしょ、だからここ SS 使う。で、とりあえず全部処理する。地雷は、あそこ残ってんのか。残ってるけど、これ横勘でいいんじゃない。横勘したらこれ、踏まないね。はい。踏まないから、多分これで適当にリフレクションリング出してれば消し飛んでくれるはず。よーし、勝ったぞ。いや、まだ勝ってないな、これ。いや、まだ勝ったとは言えねえ、勝ったとは言えねえ、これ。あー、ネオの位置にちょっと、よー、せっかく今すげえリソードがうまくしてんのに、ここで、ここに地雷来ることあります。これは、もう、縦勘で撃つ。で、もう、右上に出てきて、縦に出てきて地雷拾ってきたら、もうこっちの勝ち。出なかったら負け。お願い、右上から。よっしゃ、勝った、勝ったで、これ。いや、勝った2でしょ、1。で、あそこの地雷は、まあまあまあ、回収できる。だから、こう打って、加速拾いまくって、で、あそこの、だから今、3P のとこにある地雷が超やばいけど、多分、これで、すげえいい感じにリフレクションリングやってくんねえかな。あー、やってくんないけど、まあ、地雷拾えたらもう死ぬ要素ないんで、私の勝ちですね。あ、これは勝ったわ、よかった。いや、なせ、苦節1時間半やっと勝てました。あ、私の終わり、持ってる終わり方とちゃう。